ノーフォークはカナダのオンタリオ州南西部に位置する地方行政区の一つ。歴史的な名称を引き継いでいるため、地名に軍の名が残っているが行政レベルは、軍ではなく強い行政権を持つ単一総自治体に位置づけられる。視聴者はシム港に位置する。ノーフォークは1792年に軍として組織され、1800年にノーフォークの一部を分割して、 現在の隣接するハルディマンド軍が設立された。1974年まで分割されていたが、ハルディマンドノーフォーク地域として再統合され、行政レベルも格上げされた。2001年にハルディマンドとノーフォークは再び分割され、いずれも単一総自治体へとさらに格上げされたが、歴史的な理由からそれぞれ軍の名称が残された。 分割された2001年当初、ノーフォークはタウンオブノーフォークと名付けられたが、法的にノーフォーク軍へと変更された。肥沃な土地が広がっており、気候が安定していることから長くタバコ生産の中心地であった。タバコベルトと呼ばれたこの地域の農家では、タバコ消費量の減少と作物の多様化に伴い、タバコ生産からラベンダーや ヘーゼルナッツなどの作物へと比重を移している。温室栽培も盛んである。これにもかかわらず、農家たちは収益性の高いタバコ生産の減産に伴う経済的な損失を少しでも減らすよう政府に求めている。2004年に同地方のタバコ生産が与える影響をドキュメントリーした映画、タバコ、エスラストスタンドが公開された。ノーフォークうちには、 ロングポイントと呼ばれるサシがあり、エリー湖の北岸の内側に向かって 40km 伸びている。1986年にユネスコの世界生物圏保護区に登録され、北アメリカ東部における重要な渡り鳥の生息地となっている。2006コミュニティプロファイルズ、コミュニティハイライツフォー・ノーフォーク。2008年5月13日閲覧。CM マガジンタバコ、エスラストスタンド。 2008年5月13日閲覧。ありがとうございます。